大学時代からこう同棲していた、でいよいよ結婚式という、これは同棲していた相手の人とは別の男の人と新婚旅行へ行くっていう時に、それまで産んだままにしておいた二人をこうエアーターミナルのところでこう捨てたという事件があって、その時新聞や週刊誌でこうその二人の同級生たちにインタビューをする記事が載りました。で、ほとんどの反応というのは、なんでうまくやらなかったんだということだったと思いますが、やはりそういう時に、これはもちろん三面記事で、いわば滑稽でもあり、それだけのことを些細な、そういう事件なんでしょうけれども、ひょっとするとある状況なりというものを示しているのかもしれないなということを感じました。というのは、僕らであればできれば生まれないようにするし、あるいはもっと上手に始末するという、そういう同級生たちの発言と同じように考えて生き延びるわけだけれども、なぜか最後の最後までこう自分の押入れに入れていて、で空港へ行く時もその下げていた、しかも同棲していた相手というのもそれを手伝っていたということは、おそらく殺したというのとは少し違って、二人の子供としては育てなかったわけです。だからそれが意識的なものか、あるいはほとんどなるがままになってしまったのかわからないんですけれども、ひょっとすると育てなかったまんまその二人っていうのは、まあ、大げさに言えばどっかを旅してたっていうか、それもほとんど幻想の上でしかないわけですけれども、幻想の旅を重ねていたと。だから見つからなければ別の男の人と新婚旅行へ行ってしまって、で戻ってきてごく普通の新婚生活を始めたかもしれないんですけれども、でもさっき言ったその幻想の旅っていうものはずっと続いているじゃないかなという気がします。だからここのところ起こった例えばイエスの箱舟のことであったり、あるいは金属バットの殺人事件、つい最近もやはり親父さんをバットで殴り殺すことになったんですけれども、そういう、いわば事件としては単にみんなが逃亡したとか、あるいは自分の肉親を殺したということなんだけれども、家族というところで体力なくなったな。ねえ、うん、聞こえる。何が？ジャズ。
の湖行かない？もうないよ。この前枯れちゃったって、パンチになるんだ。いろいろすまんな、本当に。あ、じゃあ行こうか。もうちょっとリラックスした方がいいんじゃないか。いいよ。そうか。でも帽子は取った方がいいんじゃないか。そうだな。うん。よし。じゃあチーズ。落ち着いたら連絡するから、その時。うん。面倒しとく。じゃあ俺と島本打つとか。あ、島本いいだろう。あ、うん。これがシャッターで、はい、これ覗いて映すだけですか、はい、あのバカちゃんだな、はい、ね、お前と写真写すの久しぶりだな、ね、これで、行くよ。あ、奥さん早いな。早いよ。あ、もう一回行こう、もう一回ね。私は11月の末、自分の映画の上映のためロンドン映画祭を訪れた。英語のできない私には初めてのロンドンはあまり面白くない。映画祭が終わって1週間、私はまだロンドンにいる。日本でやってない映画、ぼかされてる映画を見て回り、チャニーズレストランで食事する。さっき見たラストタンゴインパリを思い浮かべる。マリア・シュナイダーの陰謀を思い浮かべる。
それしか思い出せない。決してスケベだからではない。しかしあんなに濃いとは。しかしあんなに濃いとは。10日にかかってきた電話、何も喋らない電話、心のどこかで待っていた電話、カンパしてくれた人ごめん。俺は昔の女を探しに来たのだ。会うには遠すぎる。最後の可能性。私のところへ電話してきたのが彼女なら、映画祭で調べたに違いない。私は映画祭の事務担当者ヘレンに会いに行った。日本人の女性から連絡があったが、トニー・レインズに回した。名前は覚えていないとヘレンは言う。私は念のため彼女の写真を見せた。トニー・レインズとは、私の映画に随分肩入れしてくれるイギリスの映画評論家だ。映画祭の間、彼のところに世話になったのだ。確かに長崎の番号を彼女に教えた。彼女がどこにいるかは知らないとトニーは言う。しかし彼はロンドンの日本人に親交の多い古物商の佐藤さんを紹介してくれた。突然消えた。半年後ロンドンから手紙が届いた。元気だというだけで住所も書いてなかった。塾で英語を教えていたくらいだから不思議はないとは思わなかった。それまでの日本での生活はどうなるのだ。少なくとも私たちには別れる理由はなかったのだ。人は多いからねと言いながら、彼は見覚えがあるという。ちなみに彼はあの三浦さんとも顔なじみなのだ。佐藤さんは彼女がフランクチキンと一緒にいるところを見たという。フランクチキンとは日本の女性二人組のバンドで、ロンドンのライブハウスでは結構な人気だ。日本の主婦の生活をカラオケバックに面白おかしく歌ったりする。あんたも忍者、私も忍者、目つぶし投げてドロンドロン。あんたも忍者、私も忍者、目つぶし投げてドロンドロン。フランクチキンの和子さんが彼女のアパートに案内してくれた。彼女は三月ほど前、フランクチキンの楽屋を感動して訪ねてきたそうだ。以来よく互いの家で食事したらしい。ところが一月前、彼女は突然アパートを引き払い連絡もないという。和子さんが彼女と会っていた頃聞いた話では、彼女は一時日本食レストランで働いたが、その後はブラブラしていたそうだ。ちょっと自分勝手な人とは和子さんの彼女に対する印象だ。和子さんは彼女の噂も聞かないという。手がかりは途切れた。彼
彼女は一体何を考えているのだ。ふとあの電話がよみがえった。あんなに長いガードはテムズ川の鉄橋しかないだろう。テムズ川を渡る鉄道の橋は4本ある。彼女の電話したボックスを見つけた。チャリングクロス橋の下だ。走り書きされたトニー・レインズの番号と私のホテルの番号がかすかに残っていたのだ。5日前彼女はここにいた。一人の女を覚えているとはどういうことだろう。その女の目を覚えているということか、耳か、うなじか、しぶさか、足か、陰毛か、性器か、ほくろか、匂いを覚えているということか、声や仕草や癖、性格を覚えているということか。それらすべてか、あるいはもっと違う何かだろうか。カメラを回してくれた手塚君が通うナショナルフィルムスクール。ここで私たちが機材をばらしていると思わぬ情報が入った。手塚君の同級生が1週間前に彼女と会ったというのだ。彼は友人の友人にあたるノリーンの家で彼女に会ったという。彼が言うには彼女とノリーンは同性愛だったそうだ。ロンドンの人はよく政治的立場を気にする。